これはですね、分かっていくと非常にこれからいろんな場面でね、気づいていけて使えていけるようになります。で、これはね、人生の瞬間瞬間に毎度毎度自分自身をね、あなた自身を、引っ掛けてくるね、トリックなんですね。そして、前に行かせないね、風に、そういう風にこの三次元の思考がトリックとしてね、存在しているので、これをちゃんと分かって常に意識しておけば、いろんな場面でね、あなたはどん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 変わっていくので、ぜひね、今日のこともね、理解していただくと、そしてね、忘れないようにね、常に意識しておくことが大事なんですね。これ人間ってね、すぐ、あ、分かってもすぐパッと忘れちゃうってね、無意識になっちゃうので、あ、忘れないようにしておこうってことも、しっかりとね、叩き込んでおいていただくと、その場面に出くわしたときに、あ、そうだそうだそうだったなって、これのトリックだったなっていうふうに、分かってくると、そこを突破していけますから、やっぱりね、そういうふうに突破していける自分っていうのは、自分のことをどんどんね、好きにもなっていけるし、あ、自分ってできるんだなっていうふうにね、自信もついてきますので、そうすると、もっとね、チャレンジしていこうかなという気持ちにもなってきますのでね、ぜひね、今日の話も何度も聞き直していただいて、もうね、覚えてもらうぐらいのね、勢いで聞いてみてください。まあ、それはね、今日の一つのね、シェアなんですけども、何がトリックかというと、我々はですね、この相対思考というね、二つのものを持ってます。頭の中にね、プラスとマイナスとか。だから、選ばないといけないんですね。常に頭の中で選んでいく。これを、違う言い方をすると、迷うように作られているという意味なんですよ。我々はいつも二つある思考を、選ばないといけないので、どちらにしようかなというふうに迷うんですね。で、ということは、実は、この迷ってる時間っていうのがものすごく人生において、時間を取られてしまって、また決断もできない。なので、進まないということなんですね。で、本当は、これはね、もう、概要欄の方からのね、7日間無料メール講座の方からも、言ってるんですけども、動画で言ってたと思うんですけども、まあ、簡単だね、僕の駆け出しの頃のね、迷いを超えた、まあ、一番わかりやすいんじゃないかなっていうね。その後、どんどんそれがきっかけで、いろんなことをね、超えていけるんですけども、その迷った時の対処法というのもね、ありますので、ぜひそちらも詳しく見てください。で、またね、そうやって自分が今迷ってるっていうことを、気づかないんですよね。ずーっとあれどうしようかな、こうしようかなっていうふうに、何時間も迷ってる。で、すごくもったいないんですよね、この時間が。で、その時間、行動してみたら、あ、これは違ったなとか、こっちで正解だったなとかね、そういうことはもうすぐ体験を持ってわかるんですけども、毎度毎度、行動を阻んでくる迷いっていうね、この思考のシステム、トリックですね。それによって、体験ができなかったりとか、新しいことを学べなかったりとか、またね、行動に移せなかったりすることによって、結果が伴わなかったりとか、もうこんなね、簡単な、トリックにね、毎度毎度引っかかってしまうんですね。だから、最近なんかね、いろんなところで行動が大事ですよってことをね、おっしゃる方も増えてきましたけど、当然そうなんですよね。だけど、その行動にするまでに迷って迷って迷ってしてしまうので、行動に移せない。じゃあ、次もまた迷う、次もまた迷うって言ったら、もう時間だけが過ぎていって、何も得られない、何も学べないまま、変化しないまま行ってしまうというのが、この世のトリックなんですね。だから、その、最初に言ったように、毎度毎度その場面で、あ、自分ってこれ今迷ってるぞって、そんな迷ってる時間があったら、ね、もうやってみようというね、やりたいことやってみようというふうに、感じて動いていくと、人生はどん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 変わってきますので、ぜひね、今日ももう頭でね、もう瞬間に思い出せるぐらいね、忘れないように何度も何度も、聞き直してみてください。
今日も最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。概要欄の方にね、もっと詳しくね、早く知りたい、深く知りたいという方は、ブログが貼り付けてありますね。そちらからね、生の僕のね、講義が、スケジュールがありますので、生の僕にも会いに来てくださいね。一瞬で変わっていくので、楽しみにしてください。次回聞き逃さないように、チャンネル登録の方をしときましょうね。またグッドボタンとシェアもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。